高校の修学旅行で戦慄迷宮行きました。コロナの影響もあって驚かす側の方々があまり近くに来なかったため全く怖くなく、それでもビビっていた友達を見て終始爆笑していました。それも一つの正しい楽しみ方ですよ。落ち着いているということですから。怖くないということ。なんでそんなお化け屋敷について語んなきゃいけなくなった、この動画で。この企画中に2006年の鹿島戦みたいなエロいループシュートを決めてほしい。絶対決めます、見といて。アシストの曲はファンタスティコでめっちゃ懐かしく感じました。今年28歳。アバター君も28なん、20歳とかだった気がしますけど、一緒にダブシやった頃。怖。昨日小野伸二の彼女ができました。この動画のおかげです。ありがとうございました。どういうこと？嬉しいのそれ？でも小野さん確かに、でも女性でも綺麗か。いや、何？サザエさんとノリスケおじさんどっちが好きですか？どっちも好きじゃない。あの毎回その何年間あなたはサザエさんのコメントを毎日してくんの？ま何年間？何年目？頭にタオルを巻いているわけではありません。ヘアバンドです。奥さんのヘアバンドです。LDBT。ちょっと失速してしまったと思ったんですけども、いけそうでね。問題はね CL なんですよ。このままだと EL にぶっ飛ばされちゃう。他のグループはこんな感じです。結構順当っちゃ順当。まあアーサー、まあでも、うん、順当、うん、うん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 、ここミランとニューカッスル2敗なんだ。うんうん、カレンダーを見ますとですね、まあラッチをやってアトレティコやって、普通のリーグ戦に関しては、まあ、ダービー、まあ、アヤックスはやる。アヤックス戦まで行きたいな、今日は。だから、CL2 つとアヤックス戦にフューチャーを置いて、まあ、その他の試合はサクッと編集で行きたいと思います。ちょっと加速します。動画の進行スピードを。だエーゼント、うん、ダイレクトシュートした。あーしたんだよね。タックル6、うん。まあ、頑張る。今日もね、来てますから、チェルシーの家に違うやつを。で得点王に関してはちょっとむずいかもしれないけど、アシスト王はいけると思ってます。やっていくよ。疲れてるなー、すごく。小野さんが得点に関与したとこだけ切り抜いていこうかな。いきなりアシスト、いきなりアシスト。コーナーキックでも見せる男。はっ、もう85なんだけど、もうちょっとでウォークアウトだ。ナイスパス、次だ。はい、こう、おうますぎてるなぁ、今日も。スパルタはね、斎藤国際いるから、負けられないよ。師匠と、師匠ではないけど。あ、やめて。いいんじゃない、これもらおう。いや、決まればかっこいいよ。いやー、形良すぎ。イエーイ。 Well, they've certainly controlled the tempo of the game and just about. Oh, hang on, Stewart, big chance here. And a goal. Oh no, アシスト！アシストへの道が止まんねえよ。 He just found himself a bit of space in the box when it mattered most. すごくないか？小野伸二、パスうまい！すごいだろ！月間最優秀！本当だからだ！で、CL ラチオ戦ですよ。ここはもう絶対に勝たなきゃいけない試合です。我々がラチオに勝って、セルティックがアトレティコに勝つ。これが最高形です。よし！あ、ちょっと疲れてるけれども、頑張ります。EL では、ね、昔、だから、ウェファカップでは、シンジはフェイノールトを優勝に導いた。まず CL でどんだけフェイノールトをドンできるかなんだよ。少ないか、目標これ。何これ。目標きつすぎも、ちょっと待って、鎌田さんいる？ねえ、鎌田さんを出してって何回もお願いした、寝る前から。お願いしながら寝たのに叶わない。絶対先制点が必要。
いや、うまっ。いや、インボービル強えこれが世界か。取り返すしかない、シンジが。エールディビジではやっぱあんだけ強いのに、チャンピオンズリーグになるとやっぱ急にうまくいかなく、あオランダとイタリアの差はこんなにあるの。見たかよ、見たか、生まれた、生まれた、このアウトサイドの芸術シュートだろ、信じる。うますぎる。諦めるな、諦めるな、こっからこっから茂る、こっからだろ。ちょっと体温が上がりました。エアコンを26度に設定します。何月までエアコンつけりゃいいな、日本は。ラチオのシュートが打てば入るんですが、 CL 怖っ。は？信じの またぎに翻弄。いや、もうここで決める、直接フリーキック。マジで決める、マジで決める。33、無回転でいこう。まだまだまだ2点差は分かんないから、何が起こるか。いいよ、あるよ、パイシャと、なんだー、やば、あいや、ちょっと強すぎる、ラチオ。あー、目標何もクリアできなかった。強え。これ、ついえました？夢。セルティックがアトレティコに勝ったやん。いや、今の試合勝ててればなー。で、こっから2試合またちょっとハイライト形式でいって、アトレチコとの CL です。こうなるともう、リーグ戦だけは絶対音、絶対辛いぞみんな、絶対に。おい、こういうこと。これなんですわ。オランダでは無双。うまっ、何言われます。パスがね、マジでうまいんだよね。ミスりました。読んでる、いや読んでる男。Oh, no. いや、この視野やば。バケモンじゃん。真上から見てるよ、フィールドを。確実にフェイエノールと杖。パスカット一回もしてない。足の専門、当たり前だろ、足の専門にも雇うだろ。フォルトゥナ戦、はい、いきます。この試合でのゴールアシスト量産型、それが量産型信じ。簡単になんか。おい、さあ、いい位置です。これはすごくいい位置。来たか、直接フリーキックチャンス、ぶち込むぜ。ないぼ、誰もいない中に。さあ
and really pressing their opponents. A very good tackle. And played in. Oh, really? Could be dangerous. Will he finish? Maji! Oh, good work. And cutting it out. And still on the lookout for a goal that could be so important at this juncture. Yes! And that could be... 何もしてないけど信じまーす。おー、勝った。Final whistle and the...何もしてないけど、シンジは。何もしてないけど、シンジは。そういう試合、あ、CL で ?86 になっちゃったもん。視野97とか。バケモン生まれてきてんじゃん。やばいことになってきてる、小野さんの能力が。8も上がってんの半年で。EA もポテンシャル分かりすぎてるな、これ。もう一回おさらいすると、これもうマジ、もう負けた瞬間、か、てか、引き分けで終わり。で、なおかつ、とんでもない点差で勝て、小野の体力が限界のギリギリすぎる。まずい。使いまくられちゃってて、ちょ、綾瀬さんは全然出てこないじゃん、ほんで試合。マッチレート。いや、ゴールとアシスト。関与しよう。ディーベースタートディーベースタートレッツグランデセコピーズチャンピオン相手のメンバーを見させてくれ、モラタ、アンヘル・コレア、トマ・レーマ、ロドリゴ・デパール、コケ、強いよね。ただ、勝ったら、オファー来ます。Their very best here. Otherwise, they will. I go with that. Let's hope they put in a good display today. Ankle break. Expected the home side tonight to struggle quite as much in this section. Well, it's been really disappointing so far. I thought they'd go through quite easily. いや、全然ボールが取れない。Okay. 追いつけない。っていうか。あ、ずっと危ない。That is really top class. いや、絶対危ない。ボールが取れない、ずっと危ない、で、ボールが取れないからずっと危ない。むずいなぁ。コーナーでスーパーアシストぶちかますしかない。ただ、ディフェンダーも強いから、でもそんなに背は、ホセマリア・ヒメネスのとこ狙い。で、オブラック。マジ枠外いや、小野がヒーローだろ、もう、これ。マイナス、マイナス。Pulls it back. Wonderful block. いやー出したの、パスは出したの、右のね、パスだパス素晴らしい決まれ決まりゃいい決まりゃ、so、よし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 、勝てるぞ。And it's rather a familiar story unfolding. If the score, Shinji, assist. ついてない。シュートボタン押したらバレてる。バレてる。And they need to get tighter here. 早っ。Crossing possibilities. スピードの次元が違うじゃん、やっぱ。こっちの選手と相手の選手。ナイス危ないですね。 CL で活躍するためにタイムスリップしてきたんだから、シンジはちょっとパスが適当すぎる。あるかあるな、ないかあるな、なんで打つの。アトリチコの選手ボール取られないもんね。うわ危ねー。モラタ交代、メンス、いや層が分厚い、分厚すぎるだろう。頼む、最後の1秒まで諦めるな。やば、なんでナイス、あー
いや、シンジは今いいブロックしたって。アスピリクエタがそこにいるんだもん。うわ。活躍できなかったな。いやー、ついえたり。CL ついえたり。切り替えよう。フェイエノールトはウェファチャンピオンズリーグから早々に敗退。ジャガシーで、すぐアヤックス戦よ。マジ。エールディビジの順位表は、フェイエノールトが2位。トゥエンテがすごいね。アヤックスは3位ですね。いや、ちょ、体力が回復しきってない。で、ねえ、上田さん、スタメンなりませんか？全然セット、ベルフバインいたな、今。全然セットで使ってもらってないのよ。ペナルティエリア外からゴール決めます。80か。足早いだろうな、ベルフバイン。ねえ、ベルハウス。いや、強いのよ。ただ、まあ、こっちも、シンジをはじめ、いい選手はいっぱいいる。やる！ペナルティーレア外からシュートバンバン狙う。今日チャンピオンズリーグで1本決めてますし、ね。CL は負けたけど、オランダの王は俺たちだ。それを見せつけた。やば。危ねえ！落ち着こう。落ち着きを取り戻す。この、これ。これ。これ。ベルフワイン早っ。はベルフワイン早っ。全然攻めれないな。てかボールが奪えない。シンジの右上の評価点も全く上がらないもん。ボールが来ないから。ベルハウス、バックトゥベルハウス。あぶね！なんでこんな攻められてんの？みんな！取ってって！あぶね！またこれもあれで、ほら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 、フリフリ。何をやってんの？ポゼッション何パーよ。 72% もふざけんなよ。おかしいだろ、ゲームとして。ねえ、その二人で囲んで周りをさ、ダンスしてるだけじゃ取れないのよ、ボールは。 OK、 カウンターしかないわ。物のスピードに頼るってもうことだよ。Jimenez. なんで？ Good bit of closing down. And a good looking ball. いや、惜しい。それ胸トラップできません。 Into the final 20 minutes. Well, very effective play in possession. マジか。やばい、交代のリスクって言われちゃった。 Time running out, but they could yet win it. And he's keen on cutting in. Can he finish? Yeah!交代かー。いやー、負けてるー。ちょっとなんか動き重かったもんな、今の試合全員が。これで初黒星。いやー、黙らせる。黙れよー、ツイッター。まあ一応まだ2位にはいるけど、勝ち点差2位差か。得点ランキング、まあ、まあ。アシストはもう、小野がすごいことになってますよ。で、CL なんですけれども、ちょっと、夢ついえました。辛いです。まあでも、それがチャンピオンズリーグだよな、それが。ベースペースすごいじゃん。なぜフェイエノールトは、できなかった？